よろしくお願いいたします。カリムさんのプラチナジャケットがもうすぐで来るからこそ、今回はボックスを見せつけたいと思います。前回確かボックスを見せつけたのが、21年あたりだから3年前なので、久しぶりのボックス露出鏡になると思いますね。 SSR だけやっていきたいと思います。だから12月31、前回から今回までの3年間息をしてなかったはずなので、3年分の空気を吸いました。今時間をください。12月31アイスクリーム、12月の31って寒くて冷たい。すいません、街角でインタビューをしてるんですが、12月に一番孤独を感じる時ってどんな時ですか？12月は31アイスクリームを食べてる時が一番孤独を感じますね。じゃあ、イコジャックから。12月31日ね。喧嘩の時間に遅刻して永遠に来ない相手を待っているジャックだ。久しぶり、懐かしい。あ、レベル1、レベル1。あ、ジャック、あ、グルービーもしてない。潔白なジャック。何も加工されてない。無加工のジャックさん。で、カリム。カリムはね、一応もう全部観察してる。レジのスキャナーに自分の手をスキャンしてるカリム。カリムは全部やってます。一応。今のところは。で、グルービー。月刊激写大富豪のヘリコプターから撮られたカリムだ。目が綺麗だな。カリムさん。あ、グルービーは直しましたもんね、ちゃんと。こちらテーブルですってテーブルを紹介してくるジェイドだ。ジェイドは？あ、ジェイドも育ってない。ごめんなさい。あ、グルービーしてない。これは、ジェイ、小綺麗なジェイド。でも、ジェイドって、中身綺麗じゃないから、ねえ、聖人君主って感じじゃないから、綺麗なジェイドってなんか矛盾するよね。ね、ビジュアルはともかく、中身のことを言ってるよね、綺麗なジェイドって。あ、リリアちゃん。リリアちゃんはね、レベル上げてますね。腰痛は、モデルポーズでごまかそうって言ってるリリアちゃんだね。かわいい。うわっ！交通事故3秒前の、俊敏なアクロバティックのリリアちゃんだ。うわ、すげえかわいいな、リリアちゃん。リリアちゃんはこんな感じ。リリアちゃんも結構育ててる、私。ギアソンはね、結構育てて、あー、もうやっちゃった、また。やめて！左手と右手、ちゃんと私の指示通りに動きなさい。はい、マレちゃんね。ようこそ。今は何もないが、何か頼もうかって言ってるマレちゃんだ。マレちゃんも意外と育ってる。ユニオンバースでね。あ、お正月番組で笑ってるマネちゃんだ。相当ツボにはまったんだろうね。鎌倉作ろうとしたけど、人にやらせてるエペリンゴだ。で、グルビー、あ、グルビーさせてる。魔法はね、あ、でも割と育ってるよ。エペリンゴ、ほら、3と9。で、こっち。あ、これはサンタクロースからソリを奪ったエペリンゴ。だから今年のサンタさんは子供にプレゼント送りません。で、ケイティね。はい、ケイティ。ちょっとその写真混ぜてよって知らない人に尋ねてるケイト。で、はい、ケイティね。魔法は結構育ってるんだよね。あ、嘘。ごめん。全然育ってなかった。1と5。デュオ、最低デュオはできるようにしてるな、でも。で、ケイティね。やられたから気が済まなくてウェディングケーキを投げようとしてるケイティだ。バースデーカードいいな、ええ。で、素材かミュージカル。来た！ブルゾンチエミ。ウィズ誰もいないのセベクね。あ、クソデカミュージカル。あれ、ユニオンバースで結構育ってたと思ったのに。5と5だね。まあ、こんな感じ。バーリアのセベクだ。バリアだから食らってませんのセベク。オープンカーでも髪型は崩れませんというワックスの CM のビルだ。あ、ビルは全然育ってない。11。あ、こんな感じ。全くもう何も触れてない。すっぴんだ、このビルは。
で、クリーニング代よこせって言ってるビルシェンハイトさんだね。はい、次。あ、結構ね、やっぱ時間経ってるから。この服は汚れたらリバーシブルスって選択しないつもりのラギーだ。ラギーも意外と育ってないな、全然。やっぱディアソバを中心に育ってるからあんまり育ってないよね、私。はい。そっちがぶつかってきたんでしょ？クリーニング代くださいのラギーだ。アタリアラギーだ。戻します、ちゃんと。で、エペリンゴね。ミニガストンのエペリンゴだ。あ、エペリンゴも育ってませんね。はいはいはい。わあ、ビルさん日頃のお返しだって下にいるビルに叩きつけてるエペリンゴだ。後で締められてるね。はい、ビア。ビアはもちろん陥没してますよ。当たり前でしょ。ビアのカードは陥没してるよ。はい。マイクの持ち方が分かんなくて、変なマイクの持ち方をするシルバーだ。はい、もう当たり前のように。もう、マッチョです。このビアさんはマッチョです。俺の顔になんかついてるかって言ってるシルバーだ。うわー、シルバーか。いいね。で、はい、墓地代だよ。あ、ウォータースライダーに吸い込まれそうな墓地代だよ。墓地代だよね。あ、墓地代だよ、割と。でも、この両服多分強いから育ってると思う。ほら、重々になってて。ね、HP アップで。あ、グルービーしてない。うわ、キモいカード。気持ち悪い、このカード。なんでここまで育ってんのにグルービーしてないの？はい、オルトゥーさんね。今日から機械が地球の支配者だよって言ってる、オルトゥー。後ろ観覧車じゃないか。で、魔法ね。あ、ビア。あ、ビアとディオだからレベル5にだけしてる。あ、でも、一応、バディボーナスは全開にしてるの。ドンブラコー、ドンブラコーの、機械的桃太郎。変性器がついてると思ってるデュースだ。あ、でも、ついでじゃあ、レベル5ね。こんな感じ。デュオやっぱ、あんまりディアス中心だから。一回は一回だからなって一発殴ろうとしてるデュース。で、星送り。星送りも後々ゲットしたんだよね。足つぼマッサージの妖精。あ、デュースは育ってない全然。でも、バディボーナスはちゃんとやってるんだよね。サボらず。あ、足つぼマッサージされた後の被験者の情景。はい。カリムさん。帽子全員取ってくるから。帽子を押さえて取られないようにしてるカリムだ。カリム、あ、カリムも全部貫突してますね。あ、全部やってます、ちゃんと。ほら、マッチョなカリム。カリムが砂漠に吹き飛ぶ3秒前の情景。カリムさんちゃんとマッチョですね。で、あ、これで鼻ほじってみるよって言ってるカリムさんで、ちゃんと、あー、フルマックス。はい、マッチョです。このカリムさんもマッチョです。ちゃんとよくできました。鼻ほじったから別の棒に変えたカリムさんだ。この顔いいよね。この顔好きだな。え、なんかほら。はい、レオキン TV。 あ、キスマ隠してる。レオキン TV、 レオキン TV も育てきれてないね。なかなか育てるの難しいんだ。全員全員パイを自分で顔に塗りたくったレオキン TV だ。喜んでる。オルトゥ、小学生料金で入っちゃったのオルトだ。オルトゥは育ってませんね。ケイトに全くパイがついてない。気遣いのプロ。ポケットの中にイチゴタルトを隠してるウギッチ。で、魔法は？あー、育成してませんね。イチゴタルトは頼んだって絶命寸前のウギッチ。ラギー結構ゲットするの遅い。喧嘩の怠慢の時間にしっかりと遅刻せずに来たラギー。あー、グルービーしてない。で、魔法レベルも多分、あー、何にも育ってないね。初期のカードって使う時なかなかない。このフルート吹けば頭が飛ぶぞって自信満々に言ってるジャックだ。魔法は？あ、レベル5。デュオ見るために多分レベル上げてるんだね、これ。で、まあ微妙、中途半端だね。中間管理職の喧嘩売る NRC 生をここに積み落としてるジャックだ。お、す、やっぱ肉体すごい。筋肉すごいね。バルガス先生どっちが筋肉あるんだろう。ちゃんと耳も穴開いて。
はい、ジャミー。全部相手のアレルギーの花にしてるジャミルだ。ジャミーもあんまりさ、あ、ビャーだからだね、これデュオ。あ、でも、バディーボーナスは結構やってます。外来種の花の種を校内に巻いてるジャミルだ。リリアちゃん。何も喋らずにギターの音色で語りかけてくるリリアちゃん。このリリアちゃん髪型いいよね。お、リリアちゃんも結構そ、あ、リリアちゃんも育ってる。やっぱディアーソだからね。ディアーソは家族いつもそばにいる。リリアちゃん全力の谷間見せグラビアポーズ。あ、エース布を少し引きちぎって誰かに売ろうとしてるエースだ。エースはレベル1だね。全部全員育てたい気持ちあるけど、やっぱ手回んないのよ。クソデカ掃除機に吸われるエースだ。で、今はエース、あ、ここだね、ジャックだ。はい、棒の太さでバースデーのランクを競い合うジャック。ジャックも育ててないな、全然。とにかくヒップに自信があるジャック。ふさふさしてかわいい。なんか後ろにワンちゃんいるみたいだね。シェパードいるみたい。あ、インチキ商店。ここで海に落とすか、それとも利口に言うことを聞くか、二択を迫るアズール。あ、インチ商店も育てきれてないね。大学教授の退勤時間。トレイクローバー。ケイトのために甘いケーキじゃなくてベジタリアンケーキを作ろうとしてるトレイダーで、11。ああ、育てない。秘匿栽培をしてるトレイクローバー。ボチデイデア。妄想の世界ではこうなりますって注意書きがされてるイデアで、レベル5。おお、このボチデイデア結構強いよね。今日口内炎大丈夫って心配してくれるボチデイデア。この紐で縛って海に落とせばどのぐらいで相手が浮き上がれるかを試そうとしているジェイド。飛んでると見せかけて地に足をつけながらちょこちょこ進んでるジェイド。はい、フロイド。 JCB カードの永瀬智也の CM の真似をするフロイド。魔法は上がってないね。 JCB カードの永瀬智也の CM の真似にハマってるフロイド。全然育ってない。あー、君の名はちょっと眩しくねって目当たりを抑えるマレちゃん。あ、マレちゃんちゃんと育ってますね。夕日が眩しくて目を抑えるマレちゃん。あー、ちゃんと育ってますね。この子はしっかりとマッチョですよ。光合成して3センチ大きくなったマレウス。はい、ルークハント。タンポポをラギーにあげるルークハントだ。あ、ルークは育ってないな。 VDC でこうなるはずだったのにのルーク。はい、ぼっちだイデア。陽気屋に警棒代わりに棒を構えるイデア。あ、ぼっちだイデアも育ってないね。インターホン前でずっとニヤニヤしてるイデアだ。はい、セベック。ドリンクバーに苦戦するセベック。で、10。あー、セベック袖が見えるからさ、育ってますちゃんと。まあでもあれだね、マジックさんは育てきれないけど。妖精たちが夏を刺激する、雷裸足のマーメイド。あ、ちょっとの写真は、あー、草手がちゃんとほらやってますよ。暗い草玉って相手に不臭を叩きつけようとしてるセベック。お客様のトイレの音が外に漏れないように太鼓の音でかき消してるラギー。ラギーは育ってないな。芸人を辞めた顔買う。リリアちゃん、実は700本分の花が欲しかったリリアちゃん。リリアちゃん育ってます。あ、育ってますね。エレクトリカル親父パレードで、オルトゥね。あ、ウォータースライダーに流された兄さんを探しに行ったオルトゥだ。オルトゥも育ってるちゃんと。うわ、すげえ育ってる。マックスじゃん。なんでグルービーしてる。まったく気持ち悪いな、このか。なんでグルービーしてないの。きっしょ。本気で構えればテストを解けると思ってるシルバーだ。かわいい。シルバーマックスですね。はい、すべてマックスです。すべてが強いです、この方。あ、
テストは0点だったってすがすがしい顔で言ってるシルバーだ。はい、マネちゃん。この草を食べろというのかって脅してくるマネちゃんだ。これはそうってのは何が基準なんだろう。見ろ、僕のパーティーに100粒の雨がおいでなさったぞって言ってるマネちゃんだ。辛いものは食べれないからお花は食べれますよアピールをするケイティ。ケイティも育ってないな。どうせまた出張することを考えてるケイティ。はい、料金 TV。 マッサージチェアをまだ知らなかった頃の料金 TV。 料金 TV も育ってませんね。脇もしっかりと日焼けする料金 TV だ。いや、続き見ちゃいます。見ようか。じゃあやろうか。せっかくならそれと長く行きたいよね。後半に続きたい。じゃあ行きます。はい、アズール。メガネの光る角度を模索するアズール。インチキ商店さん。あー、育てたい気持ち、育成したい気持ちはあるんだよ。でも気持ちが行動に追いつかない。高さを漏れる角度を知ってるアズール。高さは漏れる。リリアちゃんは、リリアちゃんはさすがに育成してるわ。自分の料理の爆発から逃げるリリアちゃん。はい、マジックさん。いや、もう教本が足りない。もっと教本を支給してほしいんだけど、教本が足りない。コウモリ駅伝にコウモリを参加させるリリアちゃん。あ、マレちゃん。マレマレマレ100レベ。自分の足に糞がくっついてないか確認させるマレス。うわ、ちゃんとほら、もうしっかり育ってます。強すぎるね。施設のトイレが綺麗だった時のマレウスの表情。マレちゃん。はい、それがミュージカルセベク。パーフェクトボディーなセベク。あー、それがミュージカル育ってない。はあ、何を基準に育ってるんでしょう。マリオカートのチート勢。契約書に名前を書くとツムにされる契約をさせようとしてるアズール。あ、育成してない。育成したいんですよ私も。ようこそデスゲームへ。ノクタビネルだ。お花の香りを香水代わりにつけるビルシェンハイトだ。あ、ビルシェンハイトは育ってない。おお、ピーターパンを弾き飛ばした後のビルシェンハイト。上空目薬差しに失敗したカリムさんだ。カリムさんは全部育ってます今のところは。今のところは育ってますね全部。あ、ちゃんとやってます。はい、ちゃんとやってます。はい、ちゃんとやってます。じゃあこの辺りにしようかな。もう